カブすき焼きチャンネル。はい、どうも、カープスキジャケチャンネルです。今回は19日のヤクルト戦振り返りますが、このゲームを5対1で敗れてしまいまして、カープ3連敗ということになりました。まあ本当にね、勝てないですね。今月はまだ平日ね、勝ち星がないということで、この試合もね、私は現地に観戦しに行って、まあ2試合連続ね、神宮で見たんですけど、まあね、昨日のゲームよりね、まあ正直言葉悪いんですけどね、つまらなかったですね。もうやっぱ初回の1点以降ね、点入りそうでまあ入らないというね、感じでしたし、まあ5対1、4点差になってからはもう勝てないだろうなっていう感じでね、ずっと、見ることになってしまったので、まあ本当に今はね、そういうワクワクする期待値もね、ちょっと持てない苦しい状況かなというふうにね、思うんですけど、まあまだ本当にシーズンはね、続きますし、まあ、CS 争いとかも続いていますので、なんとかねどっかでね、うまくいくようになればいいのかなというふうにね、願いながら毎日過ごしてるんですけど、まあそう甘くないなということです。まあこの試合もね、いろいろとね、反省点だったりいいプレーもね、もちろんありましたので、しっかりとね振り返っていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。またこのチャンネルの登録、まだの方は登録もよろしくお願いいたします。それでは振り返っていきましょう。さあ、野手陣注目ポイントですが、まず小園選手です。5打数2安打1打点ということで、5試合連続のヒットになりましたし、2試合連続の打点ということでですね、まあ、このゲームは初回にですね、ランナー2塁という場面で、追い込まれていたんですけど、釣り玉をね、高めの釣り玉をきれいにセンター返しということでですね、まあそこの高いボールね、まあ、決してね、簡単なボールではないと思うんですけど、まあ、あれをね、しっかりとコンパクトに打って、センターに返せるっていうのがね、小園選手の強みかなというふうに思います。で、5回もですね、まあ、1、2塁というチャンスで、まあ、初球から、しぶとくヒットということで打ったのはフォークボールなんですけど、1、2塁間をね、しぶとくゴロで破るヒット、まあ、ここもね、チャンスで積極的に打ちに行けるというね、小園選手の強みが出た1本かなというふうに思います。もう本当に小園選手もね、状態上げてきていまして、マルチ安打で、まあ、打率もね、2割8分7厘と、まあ、2割9分もね、見えてきていますので、9月ね、本当に頑張ってくれているなというね、印象があります。で、あとはね、まあ、欲を言えば、まあ、結構ねこの動画でも言ってるんですけども、ツーベースやねホームランも見たいかなということで、まあ、今年、まあ、キャリアハイのね試合数に出ていまして、で、まあ、打点なんかはね、まあ、当然、もうキャリアハイ更新しているんですけど、まあ、一方でツーベース、まあ、ホームランといったところがね、打席数の割合から考えると、まあ、少ないなというねところになってるんですね。まあ、これもちろんね、チーム状況を考えてチームバッティングをねしている、まあ、してくれているというね、まあ、弊害だとは思うんですけども、やっぱりツーベースやホームランをね、打って、まあ、打てるっていう強みがね、小園選手の特徴でもありますので、まあ、残り試合わずかなんですけどね、まあ、ここら辺が伸びてくればいいのかなというふうにも期待しています。まあ、本当にね、9月頑張ってくれてるので、このままね、状態上げて、打率ね、どんどん伸ばして終わってもらいたいです。で、次は坂倉選手です。4打数2安打ということで、5試合連続のヒットになりまして、9月は7度目のマルチ安打ということで、こちらもね、9月に入って、まあ、再びね、状態取り戻して、打ってくれています。まあ、1本はね、ラッキーなヒット。まあ、長岡選手がね、ちょっと2塁に投げようか迷って、内野安打という形にはなったんですけども、もう1本はね、強烈な打球でライト前に打ったりと、まあ、本当にバッティングの状態はね、良さそうです。で、9回もですね、まあ、粘ってのフォアボールを選ぶということで、まあ、こうやってね、坂倉選手が終盤に粘ってフォアボールをね、選ぶという、まあ、負け試合の中でも、そういう粘りの姿をね、まあ、ここの負けの中でもね、何回も見せてくれていますので、まあ、こういうね、まあ、最後まで諦めないという姿はね、非常にね、大事になってくるのかなと思いますので、まあ、ここら辺はね、他の選手も、同じようにね、粘るってのもやっぱ簡単じゃないと思いますので、まあ、そういったところで、なんとか粘って塁に出る、まあ、そういったことをね、増やしてほしいなと思っています。で、矢野選手なんですけど、まあ、4試合連続のヒットで3出塁ということで、まあ、ヒット1本でフォアボール2つということで、まあ、さっきのね、坂倉選手じゃないですけど、2回なんかはね、吉村投手相手に11球粘って、まあ、11球目をね、フォアボールと、まあ、本当にいい仕事だったと思います。もう吉村投手もね、まっすぐで攻めてたんですけど、まあ、それをね、矢野選手が、カットして、まあ、あれは明らかにね、前飛ばないなと、吉村投手分かっていたと思うんですけども、最後は根負けですよね。もうまっすぐ投げても空振り取れないので、まあ、変化球にした、まあ、それをね見極められてフォアボールということで、まあ、ピッチャーからしたらだいぶねダメージが大きいフォアボールだったと思いますので、まあ、ああいうね仕事を増やしてほしいなというふうなね、願いもあります。
で、一方で今年の、ね、出塁率が3割飛んで8厘と、まあこれね、リーグのワースト3位なんですね。まあ、ここら辺がやっぱりまだ来年の課題かなということで、まあ、どうしても、ね、打率をぐんと上げるのは、ね、難しいかもしれないので、その中で、ね、こうやってフォアボールも奪えることができますので、まあ、そういう粘りの打席を増やして、ね、出塁率っていったところを、ね、上げていってくれれば、まあ、打率が多少低くても、ね、全然問題ないのかなというふうに思うので、まあ、今の守備力を、ね、考慮すれば、まあ、十分な数字とも言えるかもしれないんですけど、やっぱり出塁率、ね、高ければ高いほどいいので、まあ、この打席のような粘りっていうのを、ね、増やしてほしいですね。まあ、ちょっと三振が多くて、まあ、状態悪いときは、ね、ああいう粘りができなくなっているので、まあ、そういったところも まだまだ課題ですし、まあ、もちろんヒット、ね、やっぱ打ってほしいので、まあ、ああいう粘りの中でも、ただただファール打つだけじゃなくて、しっかりと引っ張ってヒットも、ね、打てるようになるという、まっすぐへの対応力といったところも、ね、伸ばしてほしいです。で、最後堂林選手です。4打数1安打ということで、4試合連続ヒットになりましたが、まあね、よく言えば全部ね、新ヒット1本だけなので、まあ、固め打ちマルチ安打といったところを、ね、してほしいですね。で、この試合はね、ヒット1本ツーベース捉えた打球でね、レフト線への打球だったんですけど、まあ、どうかね、まあ、今年はやっぱ打球上がらないなというふうにね、思いますね。まあ、ホームランまだ1本ですし、まあ、ああいう打球がね、スタンド入るっていうのが、まあ、去年とかの堂林選手だったんですけど、まあ、それがなかなかない、まあ、上がっても伸びないというね、ちょっと苦しい状態ですので、まあ、残り13試合、あと1本ホームラン出るかな、まあ、出ないかなという、ところだと思うんですけど、まあ、スタメン起用も増えてるのでね、そういう中で1本出ればいいかなというふうにね、期待しています。その他のポイントですが、完全に勝ち方を忘れたチームは何もできないということでですね、本当にもうどうやって勝つのかね、わからなくなっているというようなね、チーム状態ですね。まあ先制してもね、まあ逆転される。まあ先制されなかったら、まあ当然追いつけないということで、もうなすすべなしという状況な気がしますね。負け方がね、本当にバリエーション豊かで、まあこのゲームはね、まあ先制したものの追いつかれて、まあ点取れずに負けるという、まあ、典型的なパターンではあったんですけど、前の試合なんかは逆転負けだったり、逆転負けのパターンもね、先発が打たれて負けたり、まあ、中継ぎが打たれたりということで、もう本当にどうしたら勝てるのかね、今わからない状況だと思うんですね。まあ、チームの中でも、まあ、そういうね、焦りとかがやっぱあると思うので、まあ、なんとかね、この嫌な雰囲気をね、変える一勝がね、欲しいですよね。松根宏投手の勝利でね、変わるかなと思ったんですけど、まあそこでも変わりきれなかったので、あと残りわずかなね、ゲーム数で、まあどうにかしてほしいなというね、もうそれしか言えないですね。正直ファンとしてはもうそういう願いしかないのでね、なんとか頑張ってもらいたいです。で、このゲームはね、打線チャンス作ったんですけど、まあ、得点できなかったといったところで、まあ、メンタル面の問題もあるのかなということで、まず2回ですね。2回は、先ほど言ったね、矢野選手がワンアウトからフォアボール。で、まあ、菊池選手凡退したんですけど、床田投手がヒットでツーアウト1、2塁になったんですけど、秋山選手がね、ライトフライということで、今状態のいいね、秋山選手だったんですけどね、まあ、ライト深いところまでは行ったんですけど、まあ、詰まっていましたので、ヒットにはならなかったということでした。で、4回はツーアウトから、矢野選手がツーベースでヒットを打ったんですけども、菊池選手が見逃し三振ということでね、まあ、これおそらく 3-2 まで行ってね、次ピッチャーなので歩かすだろうみたいなのもあったんですかね、まあ、結構甘いねフォークがあったんですけど、それ見逃し三振だったので、ちょっとここもね、まあ、準備不足の三振だったのかなという、ね、感じはしました。で、5回もですね、先頭床田投手がヒットで、ワンアウト後、坂倉選手と小園選手が連打で、ワンアウト満塁になったんですけども、野間選手がショートゴロゲッツということで、まあ正直、この試合はね、これがもう決めたと思いますね。2対1で1点ビハインド。で、ここで追いつきたいという中での満塁で4番だったので、まあゲッツーしてしまったということで、まあ2-1からのね、バッティングカウントだったんですけど、まあ外のまっすぐをね、まあちょこーんと当てるぐらいの感じのショートゴロで、まあそこはね、まあ4番にね、仮にも座っているのでね、まあ繋ぐっていうのが一つ大事なんですけど、もうちょっと強引にね、カウントも追い込まれてなかったのでね、思いっきり振ってよかったのかなと思いますね。まあ繋ぐ意識が強すぎたかゆえのね、ショートゴロ凡退だったのかなと思いますので、もったいなかったですね。やっぱり、4番目の打者ね、野間選手っていうのは、まあ、苦肉の策だとは思うんですけど、ちょっとこういうね、きつい面もあるのかなというふうにね、感じる、まあ、打席にね、なってしまいました。で、6回はノーアウトから堂林選手がツーベース。
でね、1点欲しかったんですけど、まあ、菅根選手三振で、菊池選手もレフトフライで、代打の松山選手もレフトフライということで1点も入らずということでね、まあノーアウト2塁で点入らなかったらね、どうやって点入れるのかなっていうね、まあ、菅根選手のこの三振もね、最後外のスライダーにね、手が出てしまって、まあちょっとここら辺もまだまだ課題だなと感じますし、まあ、菊池選手のねレフトフライ、まあこれは狙っていったと思うんですけど、まあパワーが足りずで、松山選手もね、まあバットね触れてる方だと思うんですけども、こういうところでレフトフライというのはやっぱりね、やっぱここで打ってほしいね、どこで松山選手なかなか打ってくれてないので、ちょっとねこのままシーズン終わってしまうのはね寂しいものがあるかなというふうに思ってます。で7回は坂倉選手がヒットワンアウトから打って、でその後ね小園選手三振になったんですけど、野間選手がツーベースで2、3塁だったんですけど、まあ、堂林選手が最後は、外のねまっすぐに空振り三振ということで、もうあらゆる人がチャンスで打ててないというのがね分かるんですね。まあ、みんなねチャンスメイクだとね打ててるんですけど、まあ、チャンスでやっぱり打てなくなるっていったところにね、まあ多分ね点取れてない、取りにくいというねチーム状況をみんなが把握して、俺が何とかしなきゃというね気持ちが強いが上にね、自分にプレッシャーをかけすぎて、それでね本来のバッティングができなくなってるんじゃないかなという気がするのでね、本当にもうそういうのを抜きにね、もうプレッシャー自分にかけずにね頑張ってもらいたいですね。まあそれが難しいと思うんですけど、まあ、やっぱそれをね解決するには、まあホームランですよね、まあ満塁ホームランとかスリーランでっかいのがねポーンと出れば、もうみんな一気に楽になってね打てていくのかなという気がするので、まあそういう長打をねやっぱり打てる人がね打ってほしいなというふうにね、もうここずっと言ってるんですけどね、まあ菅根選手とかも1ヶ月ホームラン出てないですしね、いうねちょっと期待がねあるので、なんとかね頑張ってもらいたいです。で矢野選手が久々にファインプレー連発と、これはねいいプレーがねありましたね。初回先頭の長岡選手のね打球センターへ抜けそうなね打球だったんですけど、矢野選手ねダイビングキャッチしてアウトにしたということで、まあ、初回ねファーストプレーがこれだったので、まあ、徳田投手に勇気を与えるプレーでした。で連続していいプレーがありまして、その後ね、増田選手の打球がショートのね前ボテボテのゴロで内野安打かなと思ったんですけども、これ矢野選手ねもうチャージして取って、で取ってからも速くて肩も強いのでファーストアウトというね、まあ、これもねビッグプレーになりました。で2回も同点に追いつかれた後ですね、中村雄平選手の打球ね三遊間抜けてヒットになるかといったところをね、矢野選手逆シングルで取って、でそこからですよね、そこからねアウトにするというね、まあ、めちゃくちゃ難しい体勢なんですけど体をひねってアウトにするということで、まあ、この序盤でね3つビッグプレーがねありましたので、矢野選手が久しぶりにねこういうファインプレー連発してくれたなという気がしました。ちょっとねここ数試合エラーとか、まあ、エラーにならないミスがあったりしてね、ちょっと精細書いていたんですけど、まあ、こうやって久しぶりにいいプレーが見れてよかったですね。まあ、今年こんだけ試合出てね疲れが溜まってる中で、まあ、最後一踏ん張りして、まあ、こういうプレーしてくれればね本来できていた守りや勝つ野球点もまたできるんねなる気もするので、まだまだねゲーム続くという中でこのプレーね一つでも多くいいプレーしてね、まあ、ゴールデングラブ賞といったところも目標にあると思いますので、その獲得にね向けて頑張ってほしいです。で最後ですね、まあ、現地のね神宮球場、ではですね、まあ、ファンから選手激励の声があったよということで、まあ、神宮はね、まあ、選手がねあのスタンドの前に通って帰るんですね。でそこでやっぱり選手に対してファンからの、まあ、声も聞きやすいというところで、まあ、他のチームはねヤジとかもあるチームあるみたいなんですけど、まあ、カープ今日、自分も三塁側の前の方で見てたんですけど、周りのねファンの方々はねヤジはもう ほとんどなかったというか多分なかったですね。まあ、本当にもう頑張れよと、明日がねまた来るので切り替えて頑張れよというねまあ、声がありまして、まあ、非常にねいいなと思いましたね。まあもちろん中にはねブーイング行った方がいいんじゃないかみたいな、意見もあるかもしれないんですけど、まあ、正直ブーイングしてねチーム強くなるならまあするんですけど、まあ、それやったとて何もならないので、まあ、それならねマイナスの言葉よりプラスの言葉かけて選手のね、まあ、力、まあそういうのを聞いて選手もね、応援してくれてるから頑張ろうという気にもなると思いますので、まあそういうね、まあ、雰囲気っていうのはまあ良かったのかなというふうに思いますし、まあ、何よりね、選手もやっぱ悔しそうにね帰って、まあ、一番悔しい思いしてると思うんですね、ファン以上に。でまあその中でね、ファンの方たち、まあ、自分含めてね、頑張るよという声聞こえていると、届いているというふうに信じていますので、なんとかねこの気持ちに応えてくれる、まあ、プレー、まあ、プレーというよりかね結果勝利をね見せてほしいなというふうに思います。もう最後本当ねみんな苦しい状況状態が続いていると思うんですけど、もうこれまでね勝ってきたという自信もねもう一回思い出してもらって、8月までの勝ち方を、ね
ね取り戻してね、また明日マツダに帰りますので、まあ、マツダでもねもう一回勝利届けて、で神宮でもまだね10月試合あるので、そこでぜひまた勝ちを見せてほしいなということで、まあ、本当に苦しい状況ではねあるんですけど、まあ、現地はこういう風にね、まあ、前向きじゃないですけどね、選手の声援をね背中を押す声援がありましたので、まあ、なんとか届いていればいいなという風にね思いました。で先発床田投手ですが、5回投げて10安打5失点ということでですね、得意のヤクルト戦でも勝てず防御率は2点台に落ちたということで、今年ヤクルト戦4試合登板して負けなしだったんですけど、初めて負けて、まあ、5回5失点で防御率も、ね、2点台に落ちてしまいました。ストレートはですね、まあ、序盤はね球速出てたと思うんですね、まあ、144、145とかね中盤以降出てたので、まあ、床田投手にしては球速が出ていましたが、まあ、山田選手、サンタナ選手にいずれもねホームランを浴びたということで、まあ、球速の割に球威はねなかったのかなというボールでした。で、まあ、全体的にねこのゲームはボールが甘かったのがね、まあ、いけなかったのかなという気がしますね。本当に真ん中付近にね全部の球種がいってたので、まあ、打たれた球はほとんどそういうボールだったかなというところですね。まあ、ただサンタナ選手のボールはね、まあ、甘くはなかったんですけど、まあ、ノーボール2ストライクで2球で追い込んだ後の3球目をねホームランという、まあ、ちょっとね裏をかいてインコース行ったと思うんですけど、まあ、ちょっと容易に行き過ぎたかなということで、もうちょっとね、1球2球、まあ、際どい低めのボールとかで見た後ね、外で見た後を内にねズバッと決めるとかいうね、のでもよかったのかな、まあ、結果論ですけどね、まあ、そういうちょっと後悔もね残る配球ピッチングになってしまったのかなという印象です。で今年はですね、まあ、このゲームにとどまらずね、ちょっとコマンド力がねやっぱいまいちかなというね印象があるんですよね。まあ、もしかしたらあえてかもしれないんですけど、まあ、今シーズンは本当にね真ん中付近にボールを集めるっていうゲームが多くて、まあ、それでやっぱ被安打がね多くなってるんですね。そんな中でも、まあ、8月とかまではピンチになってから1回ギアを上げてねなんとか踏ん張ってたんですけど、ちょっともうここ数試合はねそこも踏ん張りきれないというゲームも出てきているなという印象があります。でやっぱそのね真ん中付近にツーシームカット投げて、まあ、真っ直ぐとね、まあ、偽装してね、ボンダ、まあ、打ち損じを打たせて、まあ、真ん中付近でも抑えるというピッチングできてたんですけど、まあ、ここに来てやっぱ野手も触れているので、少々のね、まあ、動かしただけじゃ、まあ、捉えられるであったり、もうボールにも慣れてきてる、そこでねもうちょっと捉えられているのかなという印象はあります。で去年まではカットボール投げてなくて、まあ、ストレートツーシームメインで、まあ、そこにねスライダーをね大きく混ぜていたんですね。まあ、このスライダー曲がりも大きくて、まあ、このゲーム空振り取れてるボールなんですけど、もう一回そのピッチングに戻すべきなのかなというふうにも思いますね。ちょっとこう今のピッチングスタイル、カットツーシーム動かして打たせるっていうね、ピッチングではちょっと限界も見えているのかなと思うので、まあ、今年もスタイル戻すっていうのは難しいかもしれないんですけど、もう一回ちょっとオフにねこのスタイルが正しいのかどうかっていうのを一つね見直すべきかなと個人的には思っています。でキャリアハイのね勝利数更新で足踏みが続いているので、もう一回ピッチングして勝利つかないとね、キャリアハイ更新できないので、今年は早いうちにね、それに王手して更新できないとなると本人も悔しいと思いますのでね、まあ、次で勝ちつくように頑張ってもらいたいです。続いてリリーフですが、今日は2投手ですね。6回から玉村投手ということで再昇格してリリーフ登板になりました。先発ではなくねリリーフ調整になりました。ただまあ6回もね無失点で7回も無失点ということで、まあ、立ち上がりがね課題のピッチャーなんですけど、まあ、そのね初回ファーストイニングしっかり無失点なので、まあ良かったんじゃないですかね。でここでねリリーフで、まあ、ここのファーストイニング、まあ、初回を無失点に抑えるという感覚をね掴んでくれれば、先発の時にね立ち上がりどうやって準備してゲームに入れば無失点にいけるのか、まあ、その感覚掴む機会にもなると思うのでね、まあ、ここをぜひねいい方向に、取ってほしいなと思います。まあ、今だけだと思いますね、終盤なので、まあ、中継ぎで使ってるだけだと思いますので、まあ、これを先発に生かしてもらいたいです。で8回長谷部投手は1回無失点で3試合連続無失点です。まあ、球威があるのでね、まあ、若干甘くはいってるんですけど、まあ、ストレートとかで押し込めているなという印象はあります。まあ、一方でフォアボールね全試合で出しているので、まあ、そこら辺はやっぱり課題かなというふうなところです。次のゲームですが、カード変わってマツダスタジアムで巨人と、ゲームですが、予告先発はカープ大瀬良投手、巨人井上投手です。大瀬良投手は、今月ね防御率 6.75 と、まあ、苦しんでいます。まあ、前回阪神戦はねちょっと味方のまずい守備なんかもあって、まあ、それが実績になっているのでね、まあ、参考として、まあ、中日戦も3ラン打たれたりとね3点取られたりとなかなか苦しいので、マツダはでも今年ね全体的に安定しているのでね、なんとかもう一回いいピッチングしてほしい
です。で、巨人井上投手は4月でね、確か松田で対戦した時は結構打ったんですけど、もうその時より確実にね、伸びているピッチャーで、まあ、左ピッチャーで非常に安定してね、カープが苦手だと思うので、まあ、手こずるのはもう確実かなというふうに思うので、まあ、投手戦にね、持ち込めたらいいかなと思います。でも前回ね、松田で3連敗して、もうそこで今シーズンの優勝はなくなったと言ってもね、いいかなと思いますので、その時の悔しさがやっぱりあると思いますので、そこのね、対してなんとか意地を見せてほしいですね。このままね、負けっぱなしで終わってほしくはないと思いますし、やっぱホームですので、なんとか意地を見せてほしいなということで、まあこういう時のエースですよね。大瀬良投手が、もう投手リーダーとして、しっかりと巨人打線を抑えて、投手戦を勝つ。でもう一回ね、守り勝つ野球というのを見せてくれる。まあそういうのに期待してますし、まあ栗林投手もその登板以降ね、逆転負けした登板以降、試合出てないので、もう一回巨人戦でセーブする、リベンジするというね、展開待っていればいいかなと期待していますので、まあ本当に苦しい状況で、相手はマジックが点灯してるね、チームで、チーム状況全然違うんですけどね、最後に意地を見せてほしいなと祈ってます。最後までご視聴いただきありがとうございました。カープは引き続き苦しいゲーム続いていますが、なんとか最後に意地を見せてくれると信じているので頑張ってもらいましょう。このチャンネルの登録まだの方は登録もよろしくお願いいたします。それではカープの勝利におりまして、シャーカープ頑張れ。